竹提筆、義王義王は、平安時代末期の白拍子、義王とも、平家の家人、エベクロージ級の娘、大見国義王村に生まれる。生誕の地には、祇王の菩提を弔うために建てられた義王寺が、現存する。母の都時、妹の義女と共に、京都で有名な白拍子となり、平の清盛に超愛された、平家物語に登場する。 干ばつで苦しむ故郷の村人を救うために、生まれ故郷の安に水路を作るよう清盛に頼んだ。そして、その川は、義王井川と呼ばれ現存する。その後、入道小国の長は、ふ日前に移り、義王にはぱったりそばにメスサタが来なくなってしまう。ふつはそもそも義量に頼んで、飛び込みで計を売り込んだのだが、清盛に、門前払いを喰らうところを義王に取りなしてもらった。建前。 彼女に恩義を感じ、声をかけるように促したところ、逆効果で、清盛は、義王を追い出せと命ずる。去り際に、義王が、障子に書き残した一種が、萌えいずるも軽るも同じ延べの草いずれか、秋に泡で発べきである。死休も止められた、礼遇の末、二つ午前の慰め役までやらされるという屈辱を味わわされ、自殺を考えるまでに至る。しかし、 母の説得で思いとどまり、母の都じ、妹の義女と共に、佐賀王上院へ仏門に入る。当時21歳だったとされる。来郷寺義王義女と、義王と義女の墓とされる。義王寺にある石踏みには、聖女前に上案二年人申8月15日席と、あるが、その、聖女前には、義王のことを指すとされており、上案二年8月15日に死去したとされている。 起用暦は旧暦2月14日とされ、春の季語になっている。一方で、清が取りなし、清盛に寵愛された、二日午前は上腕4年に上京したとされているため、矛盾が生じている。ウィキメディアコモンズには、清に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。